こんばんは、大島拓海です。今回ボンビューの新入荷情報をご案内させていただきます。結構いいものがたくさんありますので、最後までぜひご覧になっていただいて、オンラインショップに進んでいただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず1点目が、ポロカントリーですね。 WRL の前身と言われているポロカントリーのデニム素材のシャツ、ボタンダウンシャツです。マレーシア製でサイズが M、コットン100です。ちょっと肩周りとか少し焼けがあったり、首周りも少し色落ちがあるんですけども、その色落ちの雰囲気が抜群に良くて、素材としてはあまり良くない素材なんだと思うんですけども、要はちょっとこう縦落ちをしている雰囲気、ちょっとこう黒っぽい色落ちをした、デニムの雰囲気で、本当にいい味が出ているデニムシャツだなと思います。あの M サイズなので、かなり大きめのフィッティングにはなるんですけども、私だとかなり大きいんですが、180センチ前後ぐらいの方で着ていただける一品だと思います。驚くほどいい雰囲気になっておりますので、気になる方はぜひ、ご検討いただければと思います。ポロカントリー自体も割と少なくなってきましたので、いいものが見つかったタイミングでご検討いただくのをおすすめしたいアイテムになります。続きまして、ビッグマックのウエスタンシャツ、デニム素材になります。サイズが M、アメリカ製のコットン100だと思われます。多分間違いなくコットン100です。ビッグマックのウエスタンシャツ、たまに見かけるんですけども、コットンポリとかになってくるんですが、いわゆる化繊が入ってくるんですけども、これはもうコットン100、間違いなくコットン100です。やっぱりコットンの方が汗を吸いやすかったり、肌触りも夏場はいいので、本当にいいアイテムだと思います。色残りもまだしっかりしておりますし、雰囲気はいいアイテムだと思います。これからちょっとこうまだ色落ちをして味が足していただける一品だと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じです。かっこいいと思います。続きまして、リーバイスのいわゆるトラッカージャケット、サードタイプですね。ピッケ素材で 941B になります。ボタン裏が、アルファベットの O ですね。ちょっと裏に前所有者の名前が入ってたりするんですけども、そういうのも含めてかなりかっこいいと思います。多分サイズ40ぐらいなんですけど、一度着てみたいと思います。私が着てこれぐらいのバランス、ややゆとりがあるかなというフィッティングだと思います。 941B の、ジャケットに関しては、着丈が短くてアームが太い、身幅も割とたっぷりしているという、いわゆるサードタイプ557をベースに作られておりますので、そのシルエットが本当にかっこいいですね。デニム素材よりもやっぱりちょっと上品に見えますし、ウールパンツとかでこうミックススタイルを楽しんでいただくにはぴったりかなと思いますし、生地がデニムよりもやっぱり若干軽くて薄いので、今時期春先ぐらいに着ていただける一品だと思います。私も所有しておりますが、私が持っているのは 840B なんですけども、かなり使えるアイテムですので、おすすめしたい一品になります。本当に独特の味があって、色落ちとかはしないんですけども、エイジングが楽しめるかっこいい一品だと思います。全体的に若干こう背中とか汚れがポンと目立つ部分はあるんですけども、嫌な感じはあまりない、こう汚らしくは見えないので、ぜひご検討いただければと思います。かっこいいです。もう一着あります。リーバイスの 941B、 こちらも XX、 紙パッチ若干残ってまして、読み取れます。ギャラ入りです。サイズ42表記です。 941BXX、 ちょっとテンション上がりますね。 XX、トップボタン裏は WX 時代に多分よく見られる点々という点々と6つぐらい点が打たれているタイプ、アルファベットでも数字でもないボタン裏です。これはちょっとこれも背中にシミがあったりはしますが、全体的に雰囲気はめちゃくちゃいいですね。42なので、ちょっとさすがに私だと大きいですけども、こんな感じです。175センチぐらい以上の方で着ていただけるんじゃないでしょうか。袖口も首周りも両方ともそんなに大きいダメージはありません。汚れはやっぱりこの白って目立つので、どうしても汚れが結構あるんですけども、その中では綺麗な方かなと思います。なかなかこの紙パッ
チが残っていてっていうところにまで探すと結構少ない希少な個体だと思いますので、まあ、共に、まあ、それなりに値段はしてしまうんですけども、まあ、希少価値含めてかなりおすすめの一品になりますし、非常に使いやすいのでぜひご検討いただければと思います。続きましてシアーズ、テッド・ウィリアムスっていうタグがついてるんですけども、シアーズのハンティングジャケットです。これはコットンポリだと思うんですけど、ちょっと素材表記がもうなくなってしまっていてわからないんですが、多分コットンポリだと思います。こんなフィッティングになります。なのでかなり軽いです。着心地はすごく軽いで、まあ、フロントにポケットが2つ、胸ポケットが1つで、内側に、まあ、獲物なんかを入れるポケットがあるという感じです。で、背中のこうゲームポケットがあるんですけど、これはもう、 こう貫通しちゃってる感じの作りになってます。なので結構簡易的なジャケットなんですけども、まあ、これからの時期にこう軽く羽織るアイテムとして非常に使いやすい軽快なアイテムになりますので、ぜひご検討いただければと思います。まあ、雰囲気はすごくいいですね。で、まあ、私が大好きな襟の切り替えコーデュロイになってます。続きまして、同じくテッド・ウィリアムスシアーズですね、のハンティングジャケット、こっちはコットン100だと思います。年代もさっきのテッド・ウィリアムスよりも、さらに古いものだと思います。めちゃくちゃこれ雰囲気いいです。サイズ42なので結構大きいんですけども、サイズが合う方にはぜひご検討いただきたいなと思っている一品になります。こんな感じです。襟コーデュロイ、この切り替えもちょっと変わった切り替えになっていたり、袖口もコーデュロイがついていたりします。で、内側にチェーンのジップがついてますね。タロンジップです。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいと思います。これは本当に大好きです。で、こういう風に腰のベルトがついているタイプですね。こんな感じになります。多分75センチぐらいの方でちょうどいいんじゃないかなと思います。多分これもう乾燥機で洗われているので、袖とかが少し縮んでしまってますので、75センチぐらいの方で、袖丈とか合わせていただいて、少しゆとりのあるフィッティングで着ていただくとめちゃくちゃかっこいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ブレザーの上なんかに着ても非常に洒落ていると思いますので、使いやすい一品だと思います。生地感はかなり軽いライトな生地感になっておりますので、おすすめの一品です。タグもすごい雰囲気があってかっこいいです。続きまして、ラルフローレンのノープリーツのパンツです。スリランカ製で、ウエストサイズが34、レングス32という表記になっております。こんな感じです。ノープリーツなんですけども、少しこう太めのズドンとしたパンツです。多分 US アーミーとかのミリタリーチノとかをベースに作られてるんだと思うんですけども、雰囲気はとてもいいですね。股上も深くて、後ろにラルフローレン入ってます。ポロチノです。かっこいいですね。こんな感じです。このあたりも結構ノープリーツはなかなか見つからないアイテムになりますので、おすすめですね。かっこいい一品だと思います。生地は割としっかりしたコットンツイルになります。続きまして、ラルフローレンのツープリーツですね。インツープリーツのチノパン、サイズが30インチ、ウエスト30です。ラルフローレンのベーシックなツーインプリーツのチノパンです。生地もまだこれはしっかりした割といい状態になりますので、おすすめの一本です。まあ、このあたりベーシックで使いやすいので、一本あると本当に便利なアイテムになります。続きまして、同じくポロラルフローレンのツーインプリーツのチノパン、こちらはアメリカ製になります。久しぶりですね。アメリカ製仕入れられたのは本当に久しぶりで、ウエスト30インチです。ちょっと使用感というか、生地のこう汗というか、少しこう色落ちというか抜けてる感じはあるんですけども、それでもかなりいい雰囲気のいい状態のものだと思います。まあ、ミディアムブラウンというかカーキというか、ちょっと独特の色のチノパンですね。まあ、これも生地としては割とベーシックなチノクロスです。かっこいいと思います。続きまして、以前も一度販売させていただいてすぐになくなってしまったんですが、ジャングルファティーグのカーゴパンツですね。春夏のポプリン素材、薄い素材なので、夏には本当に使いやすいと思います。デッドストックになります。サイズが29ハーフです。まあ、いわゆる XS レギュラーと言われるものですね、のデッドストック。まあ、デッドストックなかなかもう見つからなくなってきたんですけども、これと同じものが今回3本オンラインに掲載させていただきますので、3本ありますので、今回は
ちょっと考えていただく時間があるかもしれません。あとお店にも若干ですがストックがありますので、ぜひご検討いただければと思います。全部サイズは同じサイズになりますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、こっからこう履いていってどんどん味が出る一品だと思います。ちなみにコットン100です。まあ、コットン100のポプリンっていうのもやっぱり嬉しいポイントだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。なかなかもう玉数も少ない、まあ、このサイズしかずっと見つかっていないんですけど、本当に便利なアイテムだと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回の入荷は以上になります。結構いいものがたくさんありましたので、ぜひご検討いただいてお買い物をしていただければと思います。コーディネートも楽しめるアイテムが非常に多いと思いますので、よろしくお願いします。それでは、今回終了させていただきます。どうもありがとうございました。